ダンボール戦記はレベル5からプレイステーションポータブル用ソフトとして発売されたプラモクラフト RPG。また、これを原作にしたアニメ、プラモデル、漫画、カードゲームなどのメディアミックス作品。ここでは続編やメディアミックス作品なども含めたシリーズ全般についても解説する。制作発表は2008年にレベル5の 新作発表会であるレベル5ビジョン2008で行われ、当初は2009年発売予定だった。翌年のレベル5ビジョン2009にて2010年にゲームの発売と同時にテレビアニメの放映とバンダイからプラモデルが発売されるなどの計画が公表され、さらに翌年のレベル5ビジョン2010において2011年春からゲーム、アニメ、漫画、プラモデルが 同時並行で動くクロスメディア展開とゲームソフトのパッケージにプラモデルが同梱されるとの発表が行われた。ゲームソフトは予定から3ヶ月ほど遅れての発売となったがプラモデルとテレビアニメ、漫画、カードゲームなどは2011年3月頃から相次いで発売、放映が開始された。本作からは日野はアニメ脚本の執筆も手掛けており後にアニメ、 稲妻イレブンシリーズでも執筆している。2008年という開発初期から情報が公開されていたため、現在と比較すると、キャラクターデザイン、システム、ストーリーなどの変更点が多く存在する。青島和也、や、街道人、河村亜美のデザイン、カスタムシステムは大きく、リテイク、変更され、ハンターの名前は、ソルジャー、アキレスの名前は、アキレス、V で、 最初期はアクション RPG でなくコマンド選択式、RPG で一部のキャラが持っている LBX が違い、マップのカメラワークも違った。カスタムシステムはコアパーツも 3D で描かれていて、そのパーツに各説明が書かれていた。また、色も変えられた。前日の通り、初代の PSP 版ゲームソフトにバンダイ製のプラモデルが同梱されていたほか、 バンダイからは LBX のプラモデルが劇中同様の1、1スケールで商品展開されている。共通の専用ポリキャップを使用しており、全身約16箇所が自由に稼働し、パーツの自由な組み替えにも対応。カラーリングは多色性系ランナーとシールによって再現している。それぞれのランナーには組み立て箇所を示すアイコンが付いており、 作る前にランナーを切り離すことで簡単に組み立てられるような工夫がされている。説明書には遠い秀明の漫画が掲載され、ゲームに使用可能な武器のパスワードが掲載されている。また、ランナーのタグとシールによってダイスを作成し、箱底面に印刷されたバトルフィールドを使うことでカスタムダイスバトルが可能となっている。別売りのオプションとして、 ウェポンセットや機体ごとのステッカー、必殺ファンクションを再現したエフェクトセットなども販売されている。さらにパーツ数が細かくなり、コアスケルトンも再現されたハイパーファンクションや簡単な構造で組み立てやすいカスタムグレード、完成済みの Z モード、触眼やカプセルトイフィギュアも発売されている。2011年11月末時点で 累計250万個を超える売り上げであり、これはガンプラ以外では久々の大ヒットシリーズだという。日経トレンディの2011年ヒット商品ベスト30でも13位にノミネートされた。バンダイナムコグループの国内トイホビー事業のキャラクター、別売り上げではダンボール戦機プロジェクトが実質的に始まった初年度から年額36億円となっており、 バンダイナムコグループにおいてトップ10に入るキャラクター資産へと急成長した。多くのメディアミックス企画はアニメが終了した2013年末に終了を迎えたが月刊ホビージャパン掲載の公式外伝とそれをもとにしたプラモデル商品は2015年まで展開が続けられた。2018年からの総工娘でもプラモデルが展開されることが 予告されているが、そちらは、バンダイでなくコトブキヤから展開されることが発表されている。2019年3月16日より、YouTube のコロコロチャンネルにて、アニメが配信されることになり、連動して4月より、プラモデルの再販が行われることが発表された。再販に際して、PSP 版に同梱されていた X-00 が、一般販売されることも発表された。 実証のジャンル名はプラモクラフト RPG である。バトルでは一般的なロボットアクションゲームのように自分の機体をリアルタイムに操作して相手と戦っていく。機体やパーツが経験値を積んでレベルアップするバトル中にアイテムを使用できるなどは一般的な RPG の枠組みがベースになっている。RPG パート 3D 空間のマップ上で キャラクターを移動操作し、ストーリー進行や会話、ホビー用小型ロボット、LBX の本体、パーツの入手などを行う。カスタマイズ入手した LBX のパーツを組み替えて、性能やデザインをカスタマイズする。戦闘パート LBX 同士を戦わせるパート。LBX は人間が携帯端末で遠隔操縦する設定となっており、実際のゲームプレイヤーは、 3D アクションゲームとして LBX を直接操作する。初代ダンボール戦機とゲームシステムが共通するゲーム作品。ゲームシステムの異なるゲーム作品は派生作品に別記。ダンボール戦機プレイステーションポータブル及び Nintendo 3DS に対応するシリーズ第1弾。初代 PSP 版は2011年6月16日に発売され、 パッケージ全品に非売品プラモデル、アックス0 0が同梱されていた。2011年11月23日には新要素を追加し価格を下げた PSP 版、ダンボール戦機ブースト、3 d s への移植版、ダンボール戦機クブーストが2012年7月5日に発売された。初代 PSP 版以外には、プラモデルは同梱されない。ダンボール戦機ブーストは、 前作から、セーブデータの引き継ぎが可能なほか、前作との通信対戦も可能である。新要素は、新 LBX、新パーツ、新必殺ファンクションの追加、プレイヤーキャラクターを10人、追加、二丁拳銃と二刀流の実装、裏ランキングバトルなどである。また、ダンボール戦機と続編、ダンボール戦機、W とをつなぐシナリオ、エピソード例が収録されている。 ダンボール戦記バックブーストは、6人、対戦、13種の新 LBX、W からの先行登場を含む、新プレイヤーキャラクター6人、新大会、アルテミスレジェンドなどが、追加要素として含まれている。2012年8月1日と12月19日に、不具合修正の更新データが配信されている。ダンボール戦記 WPSP、プレイステーションビータ。 任天堂 t e ー 3DS に対応するシリーズ第2弾で、ダンボール戦機から連なる物語が展開される。PSP、PSB 板版は2012年10月18日、発売。ゲームシステム面の新要素として、LBX のカラー変更機能が搭載されるほか、各武器に、新モーションが追加される。また、PSP と PSB 板間での通信プレイに、 対応する初めてのソフトである。開発元は、トライエース。3DS への移植版、ダンボール戦記 W 超カスタムは、2013年7月18日に発売された。PSP、PSB タ版では、発売日当日の2012年10月18日、11月16日、12月6日、12月21日と、 不具合修正のアップデートが行われた。また、バージョン2.01以降のアップデートで、追加シナリオにして、真の完結編にあたる、ミゼル編がプレイ可能となる。3DS、ダンボール戦記 W 超カスタムでは、ミゼル編が完全収録されているほか、次回作、ダンボール戦記ウォーズに登場する LBX、数体が先行登場する。初代、 ダンボール戦機と続編、ダンボール戦機 W とはゲームシステムの異なるゲーム作品。X ノアが提供する PC ブラウザ及びスマートフォン用ゲーム。ブラウザ版は2018年1月30日に、スマートフォン版は2020年5月21日にサービス開始。ジャンルはシミュレーション RPG。略称はソームス。 装着適性のある美少女たちが LBX を模した装甲券、パワードスーツを装着して戦う。ダンボール戦記同様にテレビアニメ、コロコロ兄貴による漫画家、コトブキアによるプラモデル発売といったメディアミックスが展開されている。ブラウザ版は2018年6月より長期メンテナンス状態となり、事実上のサービス休止状態となっていた。 同年8月に再起動と称したティザーサイトが公開され、開発、運営体制の見直しが発表。これに伴って、当初2018年に予定だったスマートフォン版のリリース時期も延期となった。その後、数度の延期を経て2020年5月21日より、総合娘ミゼレムクライシスのタイトルで、ブラウザ版のサービス再開並びにスマートフォン版のサービスが開始された。 2018年サービス開始時はダンボール戦記シリーズが創作物として楽しまれている原作とは全く異なるパラレルワールドという設定であったが2019年のリニューアルに際して世界観が一新原作のダンボール戦記 W と地続きとなっており W のミゼル編の展開から原作と分岐したパラレルワールドが発生適正力もそれに合わせて ミゼレムに変更。そのため、W に登場したキャラも引き続き登場することが予告されている。2021年1月より、走行娘戦記のタイトルで、テレビアニメ化。走行娘プロジェクトの一環として、走行娘初期版と並行して企画されていたが、ゲーム版初期版が長期メンテナンスに入り見直しが行われた中で、アニメも企画進行中であったため、 当初ゲーム初期版と地続きの内容であったものを変更し、独自路線を進むこととなった。それにより設定面では、走行娘初期の内容を取り入れたものが多く、世界観を含めて異なる部分が多い。一例として、ミゼレムクライシスと走行娘戦期はそれぞれ平行世界での出来事となっており、装着するスーツ名が LBX ユニットでデザインも軽装スーツに、 各 LBX モチーフの武装ユニットを背部からまとう形式となっており、適正力はゲーム初基版と同名称のミメシスとなっている。2021年2月にはミゼレムクライシスとのコラボシナリオが行われた。2021年7月6日をもってサービスを終了。以下の設定などは原作であるゲーム版での設定を中心に記している。 アニメオリジナル設定などはその旨を断ることにする。2042年にタイニー・オービット社が発売した人型のホビー用小型ロボット。開発者は山野純一郎博士。正式名称はリトル・バトラー・エクスペリアンス。当初はあまりに旅を超えた危険性を指摘され発売中止に追い込まれるが、2046年強化段ボールの発明によりホビー製品として市販が、 再開された。子供たちを中心にブームとなり、様々なメーカーが製品開発、販売に参入している。市販品の他アンオフ機も存在しており、主要人物の使う機体は市販品であっても、カラーリングや性能をカスタムしている場合が多い。再発売された際に、ダンボール戦機のシリーズ名が付けられ、劇中の LBX 製品パッケージに記載されているが、 劇中の人物らはもっぱら LBX と呼んでいる。劇中登場する LBX キット製品パッケージ上面のボックスアートとグラフィックデザインは実在の 11LBX プラモデルのものと同じである。LBX の構造はコアスケルトンと呼ばれる骨組みにアーマーフレームと呼ばれる外装パーツを取り付けるもので、さらにコアスケルトンにはバッテリーやモーター、コアメモリといった コアパーツを取り付けるコアボックスが内蔵される。これらをプラモデルのようにカスタマイズして自分の機体を組み立てる。コアパーツには胸部前面から出し入れするものと背面から出し入れするものがある。動力系についてはバッテリーから供給された電力によりモーターを駆動しアクチュエーターで機体各部を動作させる。モーターの基本構造は特殊なものではなく 一般的な回転軸を持つ電動機である。腕部は武器や道具を保持したり作業を行ったりするマニピュレーターだが機種やパーツによっては腕そのものが武器になっている場合もある。手のひらにはコンピュータ機器にアクセスするコネクト端子の機能がある。コアメモリは LBX の戦闘学習データが蓄積されると同時にプレイヤー個人のデータが登録されたカードであり。 認証された持ち主以外が LBX を操ることはできないようになっている。メモリは LBX 自身の活動に用いられるだけでなく、LBX 自体を動く記憶媒体として活用することも可能である。この場合、情報は手のひらの接触端子や CCM の無線送受信でやり取りされる。また2051年まで、 市販 LBX の腰部関節中央付近には M チップが内蔵されており LBX が1万1故障などで暴走した場合 CCM によらずにその LBX を強制停止できるようになっていた頭部の目は視覚センサーであると同時に望遠機能やデジタルカメラ機能を備えている劇中でも LBX の見た風景を撮影したり録画したりする場面がある また機種によっては、特殊な投資センサーが備わっている場合もある。装備した武器の威力は相当なもので、一般的に市販されているものでも、家具を破壊したりできるほど強力であり、初めて世に出てから間もなく、危険なおもちゃとして一時発売中止になったのは、これが原因である。劇中、悪の組織や、それと戦う主人公たちの機体は、さらに強力で、兵器と呼んで差し支えない。 破壊力を持つ。必殺ファンクションを使えば、城の台比やビルの壁等を破壊できる。LBX が被った軽度の損傷は市販されるリペアキットで修理可能だが、コアスケルトンの内部などの高度な部位が破損した場合は、一般の LBX プレイヤーは、メーカーや専門家へ機体の修理を出さねばならなくなる。LBX は、 主に CCM という携帯端末により無線遠隔操作される。通常の CCM による操作可能距離は半径100メートルでサイバーランス社がゼノン専用に開発したものは1キロメートルまで有効。W 時点では一般の CCM の有効半径も同距離まで延伸した。スパークブロード通信による操作可能距離は半径50キロメートル。 CCM は携帯電話の機能も兼ねており、ダンボール戦機、ダンボール戦機 W では、外観は伸縮式アンテナ付きフィーチャーフォンに似た形状をしている。使用者の持つ機種によって、形状やボタン数などが違うが、特に中折れ式のデザインが多い。CCM のアンテナは、非使用時には収納されており、操作キーを叩くと自動的に新調する。画面には、 LBX の状態などが表示され、LBX がプレイヤーの目視視海外に出るとディスプレイが LBX 視点のモニターに切り替わる。一般的ではないが CCM をワイヤレス接続したパソコンに必要な動作環境が揃えることでパソコンから操縦することもできる。これを応用し操作用のコンピュータに リモート LBX システムというソフトウェアがインストールされた LBX コントロール用サーバーを構築しておけばインフィニティネットを介して遠く離れた別のコンピュータからでも LBX を操作できる LBX コントロール用サーバーは同期していればいくつもの端末の何人のユーザーでも利用できるこの場合プレイヤーは理論上自分の LBX が 世界中どれだけ遠くにあっても操作できる。コントロールポッドと名付けられた全天周囲モニターを採用したコクピット型の新型 CCM もあり、この操縦者はあたかも自分が小さくなって LBX の機内に乗り込んでいるような感覚となる。従来型 CCM を接続してその機能を拡張するインターフェースモジュールである。もともとは 宇宙空間などでの作業を視野に入れ開発された。次世代の高レベル帯域無線通信規格、スパークブロード通信の採用により、CCM による LBX の無線操作可能半径を大幅に拡大させた。ただ、スパークブロード通信は、リニアモーターカー等の発するプラズマ磁場の悪影響を受けるなど、改善の余地もある。関係各社で研究が進んでいるが、 トゥー社がいち早くその実用化にこぎつけた。また、行動を自分で判断する自律稼働型というものもあり、主に警備 LBX に使用されている。ダンボール戦記シリーズのタイトルの由来ともなっている梱包資材。2046年にアスカ工業社長だった霧島平次が発明した、内外の衝撃を80%吸収する未来の箱。 流通業に革命をもたらしたとされている。実在する通常の段ボールの強度は、ライナーと中心の複合構造によって実現されているのに対し、強化段ボールの強度は、高度なナノテクノロジーにより、分子レベルで構築されている。素晴らしい強度と、衝撃緩和能力を持ちつつも、扱い方は、従来の段ボールと変わらず、ガムテープによる十字針や、 h バリ等で簡単に梱包を行うことができる。一般的な段ボールと異なり、強化段ボールは白色をしている。運搬用として使用されるほか、その耐久性と製造技術を活かして、LBX を戦わせる空間を取り囲む材料としても使われ、劇中ではもっぱら LBX のバトルフィールドとしての意味合いで扱われる場合が多い。また強化段ボールは、 LBX 自体の強化用武装の素材としても使用されている。劇中ではタイニーオービットの技術により強化段ボールを粒子状に分解して中央部の機械に集積し使用時に展開することで防御力と軽量化を兼ね備えたビームガーターという盾やビームガーターの技術を応用し LBX の腹部に収納して使用時に展開する傘状の光学防御。 デバイス、アンブレラなどが制作された。ダンボール戦記は、作中世界における、日本の首都とされる、トキオシティを主要部隊として展開される。行政区分の区は、エリア、市長は、タウンと呼ばれ、主人公たちが居住しているのは、トキオ湾の海岸線に面した町、ミソラタウンである。他に、ポートエリア、秋葉原、渋谷タウン、お台場ビッグシティなどの地域が登場している。 ミソラタウンは中央部を南北に流れる河川敷を中心として南東にバンたちの家がある住宅街があり中央部を走る鉄道が街を南北に分割している街の中央付近にこの鉄道の高架駅ミソラ駅があり駅の西口側にはバスターミナルを含む広いロータリーがありそれに伴うようにミソラ商店街が東西に走っている駅の東口側は 宅地が目の前にあり、北東にはバンたちの通う公立中学校、三空第二中学校を控える。線路ガード下の歩道は、昼までも薄暗く、怪しげな、電子チラシが壁に貼られ、いかがわしい雰囲気の露天商が目につく。三空第二中学校の一帯は南を、川口行き、校舎北面が、時尾湾の海に面する、半島上の地形で、敷地の南西端は、 鉄道の高架線に接する。敷地北東端の一角には、スラムと呼ばれる、廃屋群があり、ゴーダハンゾーラをはじめとする不良たちの根城になっていた。生徒に、制服着用は義務付けられておらず、開始服で登校している。ミソラ商店街は、給水路跡のくぼ地を利用した歩行者専用道を軸として、その両側斜面を背にして、階段状に商店が並ぶ構造となっている。 商店街には、バンたちが、学校帰りに LBX バトルやパーツの調達、メンテナンスなどをする、北島模型店や、LBX マガジンの購入に立ち寄る書店、ブックタツや、ヒ山が経営する、コーヒーショップ、ブルーキャッツなどがある。ブルーキャッツの地下には、ルール無用の LBX 大会、アングラビシダスの会場があり、通常時は、 ならず者の,の LBX プレイヤーたちの溜まり場にもなっている。時をティにあるセレブ街、グレースヒルズは街全体が透明な巨大休憩ドームに囲まれていて、内部中央には街道、吉光、街道人らの自宅、街道亭がそびえ立つ。街道亭は街道家の指定であるが、要塞のような規模、外観の大規模構想建築で住居機能のみならず、 ハイバラユヤの実験、調整は、イノベーター研究所でなく街道亭の一室で行われるなどの設備も備える。また、グレースヒルズの噴水広場には、街道亭につながる地下通路への出入り口が隠されている。広の実家があるのもグレースヒルズである。その他、時押し屋デパートは、海に張り出した円形の埋め立て地に立ち、バンたちが、しばしば出かける大型ショッピングモールで、 地下駐車場のさらに下には、シーカーの本部がある。ダンボール戦記 W はスタートこそミソラタウンだが、今作は世界を股にかける物語が展開される、ことから、舞台は日本以外の各国に広がる。その中でも特に、北米大陸の大国、英国は、敵、味方ともに主要拠点が置かれており、登場頻度が高い。経済的にも、軍事的にも、 国際社会の主導的立場にある大国で、公用語は英語、大統領を原始とする共和制をとっており、日本とも友好関係にある。英国の主な地域として、n シティ、l シティ、ビッグシティ、テキサス、ギークストリート、アロハロアシマなどが登場している。l シティと n シティの間は、次期不上列車を用いて運行される長距離高速鉄道。 リニアエクスプレスが結んでいる。N 式の一部である小島には、世界国家首脳会議の会場と南端中央付近に大きな女神像があり、像を背中側から囲うようにして、高層建築が幾重にも建てられている。ギークストリートは、オタクが集まる名所、アロハロア島は本島を中心に、大小の島々が点在する南国リゾート地。 英国国防軍の主要な基地である国防基地は巨大なクレーターを利用して築かれており周囲にある小規模なクレーターも衛星上の施設になっているシャトルの打ち上げ施設もある内部中央には宇宙衛星管理センターがあり大統領承認の軌道コードを入力することでパラダイスを含む英国すべての衛星をコントロールできるイギリスの主要を都市ブリントンは 様々な歴史的建造物が存在する。森林公園内の湖に浮かぶ小島に立つ、王立ビル日天文台は単なる観測施設ではなく、宇宙観測のための様々な新技術が開発されている研究開発施設でもある。ビル日天文台からさほど離れていない距離には、通信衛星、パラダイスからの通信で、時間の補正をし、世界標準時の基準となっている施設、 ブリタニア時計台がある。その他、登場する各国の地域として、中国の人口が多い主要都市で、タワー型遊園地、ドラゴンタワーをランドマークとする観光都市、シャンパオ、砂漠に囲まれた街並みで、市街地の大半を占めるほどの巨大なピラミッド型ホテル、カイルホテルがあるエジプトの都市、カイル、オーストラリアの首都で湾岸部に、海洋アミューズメント施設、水中ミュージアムがある。 キャンベルン、インドネシア国内の電力を一手にまかなう大きな発電所があるジャルタン島などが登場する。劇中世界には日本国内外を問わず、紙幣や硬貨といった現金が一切登場せず、クレジットという通貨単位に基づき、プリペイドカードや携帯端末による電子決済として描かれている。以下の設定などは原作であるゲーム版での設定を中心に記している。 アニメオリジナル設定などはその旨を断ることにする。日本人キャラクターの場合、未成年のキャラクターは、ファーストネームがカタカナ表記、成人キャラクターは漢字表記で揃えられている。使用 LBX は、ストーリー上メインで使っているもののみ記載。修理中などを理由に、別の機体を借りて使用しているものは除く。基本プレイヤーキャラクター、ダンボール戦基本編では、 三夜版を主人公に河村亜美、青島和也を初期パーティーメンバーとしてストーリー進行に合わせ、合田半蔵、仙道大輝、海道陣は順次プレイヤーキャラクターとなる。この他、機能追加版であるブースト及びバックブーストでは本編ではパーティーに含まれなかった一部のキャラクターがゲームクリア後に操作可能となる追加要素がある。 初期パーティーメンバー順次追加メンバーシーカーと、その協力者シーカーに途中から加わった人物や、タイニーオービットの社員など、関係の深い人物もここで述べる。イノベーターによる事件の関係者イノベーターが、引き起こした事件の首謀者や実行犯。秋葉原関係者複数の事件の関係者イノベーターの事件に関与していながら、その後も登場する人物。 主人公たちの関係者主人公たちと関係が深いが、戦いには直接的に関与しない人物。大会関係者前作、ダンボール戦記から継続して登場する人物は、ダンボール戦記の登場人物を参照。基本プレイヤーキャラクター、ダンボール戦記 W 本編では、前作、ダンボール戦記から引き続き、サイヤ版を主人公として操作するほか、もう一人の主人公である。 大空広をパーティーメンバーに加えて、さらに、花坂ンがストーリー序盤から、プレイヤーキャラクターとして登場する。他に、新規の登場人物として、ジェシカ・カイオスと、古城・アスカ、前作から引き続いて、街道人、川河村・亜美、青島・和也が、パーティーメンバーとなることに加えて、前作では、操作できなかった、ハイバラ・ユヤが、プレイヤーキャラクターとなっている。また、 W の本編、パラダイス編では、ライバルキャラクターである、フーマ・キリトが、ミゼル編からはパーティーに加わる。この他、ゲームクリア後に操作可能となる追加メンバーが、存在する。初期パーティーメンバー順次追加メンバーニックスと、その関係者ニックスと関係の深い英国人や、ニックスの協力者についてもここで述べる。オメガダインによる事件の関係者主人公たちの、 関係者大会関係者アングラテキサス第2試合のランの対戦相手。ジャージ姿で覆面を被っている。バトルは検討したもののランのミネルバに敗北し、高級、母親に慰められた。以下の設定などは原作であるゲーム版での設定を中心に記している。アニメオリジナル設定などはその旨を断ることにする。ゲーム内には LBX 図鑑が存在しているが、 かなり簡素であり、プラモデルや公式ファンブック、TCG のフレーバーテキストなどに載るまで詳細な設定が不明な LBX が多い。また、一部の関連書籍ではメーカー名が異なっていることがあるが、ここではゲーム内のショップなどで確認できるメーカーを優先している。企業、団体対にオービット日本の玩具メーカー、以下、トゥー社と略する。 神谷重工日本の総合重機メーカー。サイバーランス日本の IT 企業。プロメテウス日本の自動車メーカー。オメガダイン英国にある LBX の管理機構。フーマキリトのカスタム LBX も設定上はオメガダイン製となっている。アーマークラウンイギリスの LBX メーカー。リュゲン中国の LBX メーカー。クリスターイングラム英国の LBX メーカー。 ニックスニックスでカスタムされた LBX。ディテクターディテクターが使用する自立型よびスレイブ、プレイヤー用の LBX。プレイヤーの本来の使用機体をベースとしている。個人制作秋葉原2050年の秋葉原は、一般的には、カタカナ表記で呼ばれており、オタクロス、あるいは、ハッカー軍団たちの拠点となっている。 彼らの使用する LBX はそのほとんどがハンドメイドであり、性能は企業が開発した市販品 LBX よりも高いものが多い。基本的にはほとんどの LBX が一点ものであり、デザインは一般の LBX よりもマニアック。山野純一郎製 LBX。山野純一郎が製作したオリジナル LBX。 本校では開発したコアスケルトンも含める。その他ハンドメイド LBX プレイヤーが自身の手でフルスクラッチしたオリジナル LBX。メーカー不明誰が制作したのかさえわからない LBX も存在している。スペック欄にはアンノーンと表記されている。メーカー不明特典や DLC で配布される特殊カラーの LBX も データ上はメーカー不明となっている。アルテミスの優勝商品や特殊武器など、シナリオに深く関連する LBX パーツ。この中には、劇中で LBX と対戦するものもある。ダンボール戦機ウォーズは、レベル5から2013年10月31日に発売された Nintendo 3DS 用ソフト。ダンボール戦機、ダンボール戦機 W シリーズに次ぐ、 携帯型ゲーム機での続編作品だが、ジャンルは RPG でなく SRPG となっている。キャラクターデザインは、これまでのソノベア部シでなく C のヨうが担当している。ゲームの発売前となる2013年4月3日から、テレビアニメ版、ダンボール戦記オーズがダンボール戦記 W を引き継ぐ形で、放送開始され、ゲームに先駆けて、ストーリーが展開されている。 交渉のジャンル名は、プラモクラフト SRPG となり、従来シリーズのプラモクラフト RPG とは異なる。これまでと変わって、あらかじめ名前が付いた特定の人物をプレイヤーキャラクターにするのではなく、容姿などの違う、男女20種類のキャラクターの中から主人公を選ぶ、アバターシステムを採用している。また、アニメでは、ジェノックを中心に進んでいるが、 ゲームでは主人公はハーネスの所属となり、ハーネスを中心にストーリーが進む。2055年。世界最高のホビーとなった LBX はプロリーグが設立されるなど不動の地位を築いていた。主人公、瀬野新は厳しい入学条件をクリアし、LBX プレイヤーの名門校、新位大門統合学園に転入する。 ところがその真意大門統合学園では、直径 10km の巨大ジオラマセカンドワールドと LBX を使用した世界戦争シミュレーション、ウォータイムへの参加が必須となっており、ロスとすれば即退学という厳しい条件が全生徒に課せられていた。新たは転入生、星原光と小隊長、出雲春樹、メカニック、細野桜と共に、ジェノック第一小隊を組み、 放課後は LBX を用いた戦争に参加することになる。学園最強と称される LBX プレイヤー、北条、村区との出会いと対決、そして時に衝突を重ねながら仲間たちと絆を深めていくあなたは、やがて新位大門統合学園及びセカンドワールドに秘められた真実に迫っていく。ハーネス中東部二年三組に在籍。ジェノック通常授業では、全員、 中東部2年5組に在籍。ハーネスとは仲が良い。ロシウス連合ポルトン、アラビスタ同盟ロンドニア各人物はアニメ未登場。グレンシュテム各人物はアニメ未登場。バンデット、エゼルダーム、ワールドセーバー所属国不明の集団。メンバーは複数の仮想国から構成されている。セレディク・ライスラーの着任とともにメンバーはエゼルダームにまとめられた。 パラサイトキーが揃うと、テロリスト集団、ワールドセーバーの正体を表し、空中空母ドルガルーダで進行を開始する。ドルガルーダこそ落とされるものの、パラサイトキーは入手し、新石間自体も占拠する。教職員、学園関係者、ダンボール戦機、ダンボール戦機 W からの登場人物以下、ゲームにのみ登場。その他ゲスト出演た作品から出演、ゲームのみ登場。 装甲娘戦機セカンドワールドで運用される LBX、セカンドワールドで運用される LBX は、タイニーオービットのウォーリアー、プロメテウスのブルド等、メーカー規製品も使用されている一方、仮想国、ジェノック、ロシウス連合の機体に関しては、それぞれの陣営向けに、新大門統合学園が独自の機種を用意している。これらの機体は、パッケージにもメーカーではなく、 仮想国のロゴが記されている。ハーネス機種はジェノックのものとほぼ同一だが、カラーリングが異なる。一部の機体には、米軍の MDS がベースと思われる略号が、記載されている。ジェノック新遺大門中東部2年5組が所属する、仮想国、総勢2024名、56個小隊を要する。ハーネスと同じく、一部の機体には、米軍の MDS がベースと思われる略号が、 記載されている。ロシウス連合ジェノックと対立関係にある強大な滑走国。一部の機体には機体名を省略したものと思われる略号が記載されている。アラビスタ同盟デザートカラーの塗装が特徴。バンデット、エゼルダーム、ワールドセーバーキャリパーとコルドーはバンデット、エゼルダームともに色違いの同じ LBX を使用しているが表向きは 開発過程でデータを盗まれたとしている。バンデット機能では、LBX のアーマーフレームをも、容易に貫けるだけではなく、パラサイトキーのデータを逃すことなく、直接自身へ移す機能も備えられている。ロンドニアポルトン・グレンシュテーム過去作の主人公、山バンやその仲間などが使用した、高性能機に酷似した機体が占めており、LBX 列伝番外編において、 相応に高い性能を持つことが言及されている。クルセードゲーム版では交戦する前に国家としては消滅してしまうが、生徒及び LBX はアラビスタに併合された後も本拠地としていたコールロンド要塞にて運用されている。その他の LBXLBX 以外のメカニックテレビ東京系列にて、 ダンボール戦記のタイトルで2011年3月2日から2012年1月11日まで、第2期はダンボール戦記 W のタイトルで2012年1月18日から2013年3月20日まで、第3期はダンボール戦記ウォーズのタイトルで2013年4月3日から12月25日まで放送された。制作スタッフがほぼ同一のため、 ここでは3つのアニメ作品を合わせて記述する。稲妻イレブンを30分繰り上げる形での放送体制となり、水曜19時代はレベル5原作のアニメが2本続けて放送されている。これに伴い、水曜19時放送の毎日母さんは1ヶ月休止の上で4月から日曜17時30分枠へと移動した。新たに OLM の制作チームとして、 井上隆率いるチーム、井上の初制作作品である。また解説を機に、日野明博は、レベル5タイムと名付けた。アニメ放送に先駆け、両作品の主人公、遠藤森と、サインヤバンが共演する、番宣スポットが放送された。2011年3月2日の第1話放送時、オープニングテーマ終了直後に流れた CM は次回、予告を兼ねたものであり。 放送位置が誤りであることが、日野明博のツイッターで発表された。BS ジャパンでの放送時は、エンディングテーマ終了直後に流すように修正された。原作であるゲーム版と比較して、第1期では原作にはなかった回想シーンを挿入したり、原作で説明が省かれていた部分を詳しく、描写するなどしているが、シナリオの本筋は、原作通りに描かれている。一方、 W では複数話を使ったアニメオリジナルエピソードも描かれるようになった。基本的に 2D による作画だが LBX などのメカノミ 3DCG によるトゥーンレンダリング描写となっている。2021年1月より総合娘プロジェクトの一つとして10年ぶりのテレビアニメ新シリーズかつレベル5作品初の深夜アニメ作品である総合娘千記が 東京 MX 他にて放送。アニメーション制作は、スタジオ ACAT が担当。また、三方食品が、プロモーション協力しており、作中にカップラーメンが登場している。地上波放送版は、キャンペーン告知や、前述のクロストークの時間確保のためミニコーナーが、カットされたり次回予告が5秒に短縮される週がある。BS ジャパンや DVD。 ネット配信版ではミニコーナーと予告を見ることができる。ダンボール戦記放課後生オーズのタイトルで2013年3月20日からニコニコ生放送で毎週水曜20時に生放送されている。タイトルにダンボール戦記とあるが先行の稲妻11シリーズの最新情報やゲストの出演もある。パーソナリティは OP を担当するリトルブルーボックス。テレビ。 東京版総行娘戦記、オープニングテーマエンディングテーマ第1期、ダンボール戦記各サブタイトルは、山の番役の久保田めぐみが読み上げる。第2期、ダンボール戦記 W 各サブタイトルは、大空博役の下野博が読み上げる。第3期、ダンボール戦記姫大津次回予告の、各サブタイトルは、瀬名新た役の大阪良太が読み上げる。総行娘戦記テレビ。 東京版走行娘戦記第1期は2011年6月22日から2012年4月25日にかけて発売された。発売元は小学館メディアファクトリー。販売元はメディアファクトリー。第1巻から第3巻までは PSP ゲームダンボール戦記で使用できるパスワードが同梱された。2012年冬には DVD ボックスも発売された。 第2期も全16巻で発売された。劇場版稲妻11号 vs ダンボール戦記 w のタイトルで2012年12月1日より全国ロードショー、ダンボール戦記シリーズ初のアニメ映画。同じ会社の作品であり、アニメでもつながりを持つ稲妻11号との本格的なクロスオーバー作品となる。 2014年2月27日より3月31日まで期間限定で公式サイトで配信されたダンボール戦記ウォーズの後日談にあたるスペシャルアニメ2013年11月15日から2014年2月まで公式サイトで行われた写真投稿企画スペシャルアニメが見られるみんなで最強の敵を倒せオールスターフォートバトルで 規定応募数に達したため公開された。ウォーズの主人公である新と前作の主人公であるバンが直接対決するオリジナルストーリー。2014年6月13日には、稲妻イレブン超次元ドリームマッチの同時上映として、ダンボール戦記オールスターフォートバトルのタイトルで劇場上映。また2014年10月22日発売の DVD。 劇場公開アニメ稲妻イレブン超次元ドリームマッチに収録。他スタッフは第3期と同様。作画は遠い秀明。2011年2月号から2012年1月号まではダンボール戦記のタイトルで、2012年2月号から2013年3月号まではダンボール戦記 W のタイトルで月刊、コロ,コロコロコミックに連載していた。月刊連載ということもあり。 シナリオは短めにアレンジされていて、結末も原作とは異なる。2013年4月号から2013年11月号までは、ダンボール戦記ウォーズが連載された。こちらは、関数がリセットされ、全2巻で単行本化された。ダンボール戦記街道人外伝のタイトルで、コロコロ G2011 年夏号に掲載。作画は広。街道人が、 アルテミス前日に巻き込まれた事件を描いたガイデン作品で人と出陣以外は漫画オリジナルキャラクターが占めている。また漫画オリジナル LBX として LBX トロイが登場している。またダンボール戦記ブーストガイデンのタイトルでコロコロ G2011 年統合にも掲載。作画は同じく広。こちらはダンボール戦記終了後の戦いを描いており、 ゲーム本編には登場しなかった四世紀者と LBX イプシロンが登場している。コロコロ兄貴2018年春号より連載。作者河本博士。本ゲーム再始動に合わせ、2020年冬号より、設定を一新して、再新連載、2021年統合で完結。単行本は全一巻。月刊ホビージャパン2014年5月号より、 ダンボール戦機公式外伝、LBX 列伝ヒストリー・オブ・ジャスティスを掲載。ウォーズの終了時から1年後を舞台とした新たな戦いを描く。番外編、新石巻館では、新井大門統合学園の後日談となっている。2019年4月より発売。従来品の純粋な再生産ではなく、パッケージ、説明書の変更、一部商品の金型修正。 一部商品の価格改定が行われている。2020年4月より発売。走行娘シリーズにおける LBCS を着用した状態が造形されている。走行娘戦記に関するカテゴリー。ありがとうございます。